はいどうもこんにちは、初代ウィッツ RS TRD ターボの専門チャンネルマエストロガレージです。この弾丸マシンのメンテや小ネタを毎回紹介しています。本日のお題はこちら、純正形状でちょうどよく高性能なエアクリを探せの巻。いつもの愛車メンテナンスの一環で、今度の週末はエアクリーナーの交換でもしようかなということで、まあいろいろ検討してたんですね。そしたらちょっと興味深いことに気づいちゃったんですよ。それを今回は映像にして皆様にお送りしたいと思います。それではどうぞ。これが今までついていたエアフィルター、一応メイドインジャパン、日本製です。これ多分ドライブジョイの品番なんで、ドライブジョイの製品です。はい、今外してきました。時折エアブローしながら3万キロぐらい使いましたかね。結構なんとなくうっすら汚れてます。これを今日はこのユニオン産業このフィルターに交換するんですが、なんでこれを選んだかっていうと、形状が違うんですよ。これ全部フレームレスの圧縮した露材なんですね。これもう結構すごい分厚い、いかにもなんかこう効率が悪そうな感じがします。でこっち、対してこっちユニオン産業、もうこれ昔ながらの形ですよね。フレームがあって露材があってって、これを試したかったんです。なんでこれを試したかったっていうと、これまた訳がありまして、このアペックスのスポーツフィルター、サカサカ、このアペックスのスポーツフィルター、これも枠があって露材があるタイプなんですね。これ以前使ってたんですけど、これ吸入抵抗が少ないんですけど、少ないっていう触れ込みなんですけど、まあこれ高効率フィルターだからしょうがないんですけど、これスカスカでエアフローに結構ねホコリが溜まっちゃうんですよ。使い続けるとやばいなと思って純正に戻したんですけど、これ形そっくりなんですよ。この形そっくりなんですよ。これでこのそっくりな形で、この露材だけちょっと高性能な囚人能力が高いのがついてればなんかええかなと思って、多分ねこう雰囲気としては作ってるメーカーは違うと思うんですよ。ひだの数はユニオン産業さんの方がなんか1枚多いんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16山ユニオン産業さんの方が1山多いんですね。で厚みは同じ、こちらから見た厚みは同じってことはですよ、露材の面積がユニオン産業さんの方が多いわけで、広いわけですね。広いわけで露材の総面積はユニオン産業さんの方が一山分多いわけです。一山分って結構ありますよこれ。一山分って結構ありますよこれ。この分広いんですね。ということは、厚手のフィルターを使っていても吸入抵抗を減らすことが可能な予感がするんですよね。どうです、気になりません、この違い。果たしてどうでしょうね。ちょっと期待が持てます。ということで、そのぼんやりとした期待感を数字にしてはっきりと調べるために、いつもの工作室でこんなん作って実験してみました。というわけでこんなの作りました。フィルターサーツを測るための実験ボックスです。どういうふうに使うかっていうと、これフィルターセットして、そしてここを超ネジで固定すると。この時点ではフィルターの向きが間違っていますが、スルーしてください。こんな感じでセットして使います。ここから空気を抜いて、ここで圧力を測定します。セットしてみましょう。空気を引っ張り出すためにこのブロワー、ターボチャージャーみたいでしょ、これで引っ張り出します。つなぎます。こういう感じがいいかな。これ微サーつけ、この中のこのボックスの中の真空度を測って、このフィルターの抵抗を測ってみたいと思います。でこのブロワー、ターボチャージャーから出てきた、このここから出てきた風の風速も測ってみたいと思います。これで比較していきます。はい、それでは、このドライブジョイ、ユニオン産業さん、アペックス、この3つのフィルターの抵抗を測定していきたいと思います。合わせて風速計で、風量も測定していきます。一
定の条件で測定できるよりもう固定してあります。風量計は固定してあります。ここの距離とか風向きが変わっちゃうと数字変わっちゃうんで一定の条件で測定します。はい、それじゃあベンチマークとして今外したての何の掃除もしてない今までついていたドライブジョイのフィルターのサーツを測定します。これを基準とします。これで別に何の不調もなかったんですよね。何の不調も感じられなかったんです。まだまだこれ使えると思うんですけど今回比較のために交換してみたいと思います。さあどうでしょうかね。はい、それじゃあスイッチオン。この時圧力の単位として水中インチという聞き慣れない単位で測定していますが比較のための数字ですので単位は無視してください。なんかこの測定器具では一番景気がいい数字が出る測定単位だっただけです。興味がある方は換算してみてくださいね。 0.58 から 0.6、 まあ 0.59 ぐらいですね。はい、それじゃあスイッチオン。風速計では 24.2 から4くらいですね。風速計のバックライトがすぐ消えてしまうのはそういう仕様ですのでご容赦ください。先ほどまで使っていたフィルターの数値が出たところで次は有名どころ。はい、入れ替えます。はい、アペックス、アペックステストしていきます。これが一番の低抵抗のはずです。それじゃあアペックスですね。どうでしょうか。スイッチオン。数値は 0.1 で、さすがスポーツフィルター、先ほどよりかなり低い値です。はい、それではスイッチオン。風速の方は 24.4 から 24.5、あまり変化は大きくありませんが、それでも差は出てくるんですね。さて次は本日の本題に行きます。はい、ユニオン産業さんのフィルターセットしていきましょう。ちょっとタイトかな、なんかひだがある分、お、ぴったりだ。やはりフィルターサイズが一番大きくていっぱいいっぱいです。はい、それではスイッチオン。0.11 から 0.12、 なんとほとんどアペックスさんのスポーツフィルターと同じです。びっくりしました。スイッチオン。風量の方も 24.4 から6と同程度以上です。この数値にはびっくりしましたね。さて今回このフィルター同士の吸入抵抗のみを比較してみたんですが、ほぼこれとこれ変わらないんですよね。数値的にはどうなんですかね。これでこれアペックスさんよりも囚人性能が高ければ、もうこれ結構ユニオン産業さん一押しですよね。あ、お断りしておきますが決してステマじゃないですよ。光の透過も比較してみましょうかね。裏側から強い光を当てています。そう、光を裏側から当ててみるとわかるんですが、このアペックスさんのスポーツフィルターところどころに大きく光が漏れるところがあるんですよね。対してユニオン産業さん、光自体は大きく透過してますがピンホール状に透過している部分はありませんね。そして囚人性能に関して言えば、先ほどの吸入抵抗テストでは4倍以上の開きがあったこちらですね。この純正のこれ、まあ、ちょっと純正じゃない、第二純正のドライブジョインになりますけど、これってあれですよね、ペット素材で枠もすべて、枠なしですべてを、リサイクル可能なペット樹脂で作ってある、一応環境型ってことになりますね。ただしめっちゃ分厚いんですよね。めっちゃ分厚いんですよ、これこの露材が。もう安心なんでしょうけど、どうなんですかね。このフィルター抵抗を物語る光の透過量の少なさが厚みを感じさせますね。この分厚いフィルター寿命という点ではどうでしょうか。仮にゴミがこうやってついてる
想定で、フィルターにたっぷりゴミがついてる想定でティッシュ1枚乗せてみますね。よし、スイッチオン。吸入抵抗が2倍になって風速も若干落ちました。こうなったらもう交換ですね。次に同じくアペックスさんの低抵抗のスポーツフィルターに汚れが溜まってきた場合はどうでしょうか。はい、スイッチオン。数値は 0.56。 もともと抵抗の少ないフィルターを使っているので同程度のホコリが溜まっても純正フィルターと変わらない数値で収まってますね。それじゃあ純正よりロングライフなのかと言われれば、まあそれは保証できませんけどね。自己責任で判断してください。さて、ここまで使い古しの第二純正のドライブジョイの、フィルターで純正フィルターの話してきたんで、なんかもうちょっと申し訳なくなってきちゃって買ってきました。本当の純正買ってきました。これを、測定したいと思います。申し訳ないですもんね。第二純正の話だけでは申し訳ないんで新品買ってきました。んよし、あ、これもむき出しの箱なんだ。白金の箱なんだ。ちゃんとトヨタ純正新品です。これテストします。これテストして純正の話を語りましょうかね。まずは見比べます。若干の色合いの違いはありますけど、このドライブジョイのフィルター絶対これデンソーさんが作ってますよね。もう書体とかそっくりですもん。もう全然並べてみても色以外は相違が見られないですね。どこもまあほぼ同じものと言っていいでしょう。じゃあセットします。まあ余談ですが、この枠がないタイプのフィルターを純正で採用している車種も最近は少なくなってきた感じがしますね。一時のトレンドだったんですかね。それじゃあ正真正銘の純正、伝送性の純正を測定します。スイッチオン。0.46。 使い古しのドライブジョイよりは低い数値ですが、やはり結構高めですね。風速も予想通りで、特筆すべきところは特にありません。で、一応このフィルターも裏側の光を裏側から見てみましょうか。使い古しのドライブジョイよりも明るく感じるのはまだホコリやダストが溜まってないせいでしょうか。とりあえず参考までに光の透過もこんな感じです。試しに使い古しの方をエアブローで清掃してきます。今エアブローしてきました。これどのくらい改善するんですかね。エアブローって興味ありますよね。エアブローって効くんすか。なんかね、あれエアブローしててなんかホコリが出たことなんかないんすよね。よっぽどもう目に見えてでっかいゴミとかがついてない感じ。そんなにあれじゃないですか、効かないんじゃないですか、エアブローって。はい、それじゃあスイッチオン。 0.58 から59。 あまり変わらんすね。ここには並んでませんが、 K で始まる某有名海外メーカーの製品なんてこれ5個以上買えますからね。コストパフォーマンスで比べるとどうなんでしょうね。なんか興味すごいガゼン持っちゃったな。いずれもっとバリエーションを変えてなんかテストしたいと思います。今日はこれ組み込んできます。それでは試乗に行ってきます。純正形状の車外エアクリーナーに交換して、試乗してます。あ、なるほどなるほど。1800回転までなんかこう極低速の転がり出しっていうか、そういう部分のトルクがあれですね、細くなりましたね。体感できます。あ、なるほどね。この部分ってオートマチック車だと重要な場所じゃないですかね。結構最初の転がり出しのトルク感っていうのがオートマチック車だと重要になりますけど、この車マニュアルなんで結構ごまかしてデメリット感じずに乗れますけど、結構これオートマ車に合わせて特性ってのもやっぱり考えてるんでしょうね。純正のエレメントっていうのはそういうのも考えて作ってあるんでしょうね、きっと。
うまく作ってありますよね。でもこのビッツにはターボがついてるんで、本当の極低速以外はもうビンビンですね。本当制限速度なんですぐ。ビッツターボにお乗りのもうごく少ないオーナーさん、結構このユニオン産業のフィルターおすすめですよ。ビンビンですよ。試してみてください。それではまた。今回は純正交換タイプのエアクリーナーについて、スポーツタイプだとダストが心配、でも純正じゃつまらないと考えた私マエストロが、老舗のフィルターメーカーユニオン産業さんのエアフィルターを購入テストしてみました。結果の方は、厚手のろ過剤を使っていてもフィルター面積を多くすることによって、スポーツフィルターのような吸気抵抗の低さと純正フィルターに近い集塵性能を持った優れた製品だということが分かりました。ただし、使い込んでダストが路材に入り込んできた場合、どんな風に変化していくかはまだ分からんですけどね。以上です。このマエストロガレージチャンネル、お金をかけずに手間をかけるをモットーに、僕の長年の愛車、ビッツ RS ターボの DIY で毎度楽しんでいます。ぜひチャンネル登録をして動画をチェックしてみてください。評価の方もお忘れなく。よろしくどうぞ。